何ダンカンちゃん今日いや、タカさんが、はい、今日今ほら、ね、石橋プレミアムで今ピリついてるから、はい、今日何したいの？今日ダンカン企画よ。このプレミアムの収録が、うん、日本で一番差し入れが豪華だっていう噂があるんですよ。この番組っていうか、はい、トンネルズの時から、ね、はい、タカさんのその現場って、はい、もうバカみたいに差し入れ持ってくるやつがいるのよ、はいはい、それ見たいの？あわよくばちょっとこっそり食えないかなあ、はい、多分視聴者の人見たい人もいると思うんですよ。ちょっと怖いのは、はい、ここのスタッフ、はい、そういう差し入れのつまみ食いめちゃくちゃうるさいの、ね、安西でしょ。それ広中っていうのもうるさい。あ、広中さん、はいはい、あとアベマナの宮村っていうのも意外にうるさいから俺知らないよと思って俺らもうただのコソ泥集団だと思われる。今日覗いてみる？見ますか？ピリついてるぞ。やっぱりありがとうございます。なんだよ、すいません、なんか今日ダンカン企画で、すいません。あの一言だろ、はい、何々ダンカンちゃんだけど何いつもあの何々ダンカンちゃんだけどちょっといつもですよ。何々すいません始まんないんですよ。何がだよ。何々ダンカンちゃんでやっぱ始めたいんで。ちょっと危ない、危ない、危ない。だから言ったろお前、無理だって。無理ですか？どけお前、もうやばいよ。ちょっともうだからピロッ、うわー、やばい。ちょっとほら帰るぞ、帰るぞ。ちょっと行きます。すいません、あら、すいません。ちょっとやばい、ちょっといつもよりおっかねえだろ。ちょっと本気でしたよ。ちょっとあ、佐藤さんです。佐藤さん。佐藤さん、すみません本当に。今日ですね、うん、石橋さんの現場の差し入れが日本一豪華だって言うんで。もう今日は地味でしょ。まだ地味な方ですか？まだ地味でしょ。でも他に比べたらですか？他に比べたらそうかもしれないですけどね。ちょっとそれを僕らね、はい、食いたいんだろうお前。そうです、食いたい。くちゃくちゃくちゃですね。いいっすよね、うん、ちょっと行ってみよう、行ってみよう。おはようございます。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも、あ、すいません、タカチャンネルなんですけど、みちょぱさん結婚おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、本当なんかみちょぱさんね、結婚したから何怖いんだけどいや、すいません、本当あのタカチャンネルなんですけど、いつもたまにニヤニヤしてるの。いやいや、いやいや、全然してない。いやいや、ニヤニヤしてないですけど、おめでたい人だなと思って。本当にありがとうございます。一つまんなりました。あ、本当ですか？はい。なんか今日あのタカチャンネルズのなんかこう差し入れとかなんか食べました？食べてないです。あ、本当ですか？これみちょぱさんなんかうまそうなのあります？へえ、でも私ラスクが好き。ラスク好きなんですか？はい。旦那さんの名前ラスクみたいな名前なわけないじゃん。おかしいじゃん。そうですね、さすが切れ味本当に怖いです。何怖いんですけど。怖いですか？何絡み？
何絡み、何の絡みですかこれ。何僕ら、はい、タカさんの現場って差し入れがすげえ豪華だっていう噂を聞いて、はい、久々にこんな量見ました。本当ですか、うん、だったら俺ら今日関係ないスタッフなんですけど、うん、食っちゃおうぜっていう企画やってるんですよ。何その企画勝手にやればいいじゃないですか。やんないよ私は。いやいや、みちょぱさん1枚絡めた方がこっちもらえ、私も怒られんじゃん、そしたら。大丈夫ですよ、みちょぱさんだって今日ゲストですよね、はい、ゲストが持ってけって俺らに言ったら、俺らそりゃみちょぱさん言ったからって言いやすいじゃないですか。よくない、何それ。全然それ私に言わせるために来たんです。そんなことないですよ、みちょぱさん大ファンです、僕ら全員。いや勝手に取ればいいじゃないですか。いや勝手にはまずいじゃないですか。こっちならバレないじゃないですか。 下にもいっぱい。これ前線ですよね。前線。でもみちょぱさん何好きなんでしたっけ。私ラスクです。ラスクか。こっちはバレると思う。でもみちょぱさん、いやいや今みちょぱさんの取材してる感じは出てるぞ、ね、出てます。お前何食いてんの。ラスク行きたいですね。じゃあラスク行っちゃえ、行っちゃえ。これ知らないよ。今食べていいですか。知らないよ、知らないよ。でもみちょぱさん、みちょぱさんにもらったって言いますよ僕。いやいやいや、知らないよって言ったよ。ほらほら、危ない、ほらほら。おざす、安全さん。みちょぱダメでしょ。じゃあ、じゃあみちょぱさんは いつもあの挨拶とか。みちょぱ OK なの。挨拶とか、はい、あの楽屋来た時すごいちゃんと使わせてくれたり、すごいいい人だから。心広いんだな、みちょぱ。すみません。心優しく。ありがとうございます。すごい慣れてるね。危ない、あいつが一番うるせえんだもん。うるせえですよ。あいつとか言わない。あいつじゃないですか、あんなちび。一緒にボケ隠してる。慣れてるね。やってたでしょ、絶対今まで。やってないですよ。すごいナチュラルに隠したこれ高い方だよ、なんで高い方買ってるの。きったねーなきったねー、これ買っておいしい、下品、下品ですよね、ほんと下品。企画が下品ですよね。はい、ナイス。知らね、知らないです。おいしいです。うまい。なにこれ、これ初めて見た。これ開いてないんだ。これ開いてない、開いてないのはバレるって。でお前どうすんだよこれ。俺も聞いたことねえぞこんなの。銀6も食べたぞ。朝飯抜いてきてんですよ。知らないよそれ。あんたの事情知らないよ。知らないですよね。これもう5と言ったら、もうこれ5と言ったら分かんない。一列5と言ったら、5とは大丈夫だろ。これ入れとけよ。いやこれやばい。琴は大丈夫、琴の方がいいですよね。琴の方がいい。いや琴言ったじゃん、マジで。一枚のおかしいじゃん、これ詰めないと。え、じゃ詰めた方がいいですよ。ちょっと詰め、バランス取れば。詰めとけ、詰めとけ。バランス、はい、こうやっとけよ、分かる。分かんないですよ。意味わかんない。弁当食いました。食べました。何食ったんですか。なんか、多分そこにあるやつ。そうそうそう。何うまかったですか。私大人様ランチ食べました。大人様ランチ、ちょっと僕ら通るとあれで1個持ってきてもらっていいですか。コンビニあるからあっち。お腹空いてるのあっち食べて。コンビニとか無理っすもんだって。あるからみちょぱさん。いやこんぐらいだったら自分で取れる。いやこれみちょぱさんが取ってるのと俺が取ってるの。いやいやバレないと、あんなあったらイメージが違うじゃないですか。違う、誰も文句言わないですよ。そんな関与したくない、ほらもう。あお山田君なんかこれ映せないから、はい、今タカチャンネル撮ってて。マジですか、うん、声だけ出ちゃって大丈夫ですか。今声だけは大丈夫かもしれない。声だけだって得意なんですけど。だって絶対 YouTube 出てないもんね。山田君だって呼ばれないですよ。呼ばれないですよって、呼べないもんな、もう声だけ。もうほら僕も見ちゃばもスキル悪いし。おはようございます。あれ言う場所なくなるんですよ。すみません、邪魔しちゃって撮影。とんでもないです。今ちょっとみちょぱさんを、ね、ちょっとあれ。ずっと誰絡みされてる。助けてほしい。ちょっと待ってくださいよ、みちょぱさん。助けてほしい。みちょぱさん。そんな言い方ないじゃないですか、だるがるみって。もういいじゃん。じゃあ弁当だけお願いしますって。取ればいいじゃん、そんぐらい自分。取ってくればいいじゃん、うるせえな。うるせえな。人に頼むタイプじゃないんですけど。大人様のランチ1個持ってきてください。さすがっすよ。さすがっす。もういいでしょ。これじゃ帰ってください。ちょっと私ももうすぐ本番なんで。じゃあ行こうぜ、行こうぜ。いい人ですね。いい人でした。いい人だった。いい人だよ。なんて書いてある？なんて書いてある？千代谷。千代谷って書いてある。
高崎はいいでした。あれは YouTube 撮ってるし、あれでこの男が全然機能しないから誰だ山本とかとやってそっち側のばっかやるんです。今日機嫌悪いな。今日機嫌悪い。タカちゃんほんとに鍵かけたぞ。本当に鍵かけたってどうなってんだよ。あ、来た。めっちゃ怒ってんじゃん。めっちゃ怒ってるぞあの人。ここが取れだからマックスだと思ってるぞ絶対。さつおさん、ちょっとお前線持ってきて。何？あざす。一つじゃないんですね。一つじゃない、ごとだから佐藤さんは。あのこれ前線だもんな。ありがとうなやつ。何やってんだ、まあ、これちゃんもずっとか出まくってるだろお前。置いとけよどっかに。泥棒顔なんですよ。泥棒顔なんだよあいつ。すっごかったです。はい。こんなピッチリ。あ、ジェビです。ジェビです。どうですか。今日どうしたんですか。ジェビさん。今日はちょっとあの石橋貴明さんと対談って聞いてまして。本当ですか。はい、石橋貴明さんと浜田さんが対談するんですか。はい、いや。松本ひとしさん。松本ひとし、あ、そうですね。松本さんでしたね。なので まだ準備できてないんですけど、まだ今この中に入って封印を解いてないんで、まだ。あ、見たいです。だってあの、タカチャンネルズに、はいはい、あの一番出ない人って、はい、俺松本さんだと思ってる。それを僕はどこまで踏み込んでいいのかっていう。いや、あ、じゃあこれやってもらっていいですか。あの、何ですか。もしも、はいはい、松本ひとしさんがタカチャンネルズに出たらっていうのやってもらっていいですか。はい、使わないよ。ああ、これ何や、何なんこれ。いいですかこれ、タカチャンネルで使っても松本さん。これどうなんや、いや、いいっていうか、いいんかな。タカさん、石橋さんのやつですよね。いやいや、僕もその拝見させていただいてますし、見てますけど、たまに。あの、うん。いや、後輩がね、なんか、その、こんなんしてはりますよ、みたいな、ああ、そうなんや、みたいな感じで。いや、そんな、でも、先輩ですからね。いや、すいません、うん。いやいやいや、なんか、でも、どうぞ。あ、いいですか。じゃあもう、あの、最後に、じゃあ、ね、石橋さんに一言、なんか松本さんあれば。僕もいつか、YouTube 出してください。お願いします。すいません、ありがとうございました。なんか本人が言うか、そんな変な、また一人ほんな、また一人走りするで、噂がそんな。もう俺の知らんとこで、なんか大丈夫、こんねかだから、タカさんと松本、またネットが荒れた後ももう一回あれ直すでみたいなことなったら、もう相当やばいことない、知らんからな俺も、どうやっても。いや、ほんとそうですよね。いや鼻なってます、鼻なってます。まあ、なんでも出るか。そっくり、そっくりですね。まあ、残念ね、こんな感じになってますね。今日ね、うん、ありがとうございました、松本さん。松本さん、ありがとうございます。ありがとうございます。よく見てました。ジンタク、あ、ジンタク、ありがとうございます。ジンタク。
うん、俺ね、ああ、ジンタンすみません。本当持ってんすね、ジンタン。本番10秒前に食べるっていうルーティンがあるからね。あ、ジュンタンを。そうそうそう。で、またなんか JP がなんかあれらしいで、なんか、うんうんうん、あの山形で冠番組持ったらしい。で、ロケ地行ったらもう、まっこい斎藤のポスターがどこにでもある。あ、僕観光大使なんで。すいません、すいません。はい。すいません、裏方がなんか。いや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 、俺なんでまっこいさんやねんって思ったらしいよ、JP や。え？何してんの？いや何してんのって呼ばれたから来たんですよ。招かざる客じゃないから。本当にマイクもつけられてておかしいでしょ。てかもうカメラ回ってるおかしくないですか。YouTube でいいでしょ、許可いらないでしょ。なんでいるかな。本当そのスタイルずっと変わらないですよね。行かれてますよね、本当にこの時代に、令和の時代に。俺フリー素材じゃないですからね、本当に。勝手にみんな使ってるやつ。めっちゃ近いのよ、本当になんかこっちのところに。この画角取らないでしょ。静かにしてクロちゃんも、みんな今本番前で今 JP 君とか緊張してんだから。みちょぱ喜ぶかな。わーわー、いや促さないで。わーわー、いや促さないで。あとカメラもどっちか、あのマッコイさん撮ってから、わーわー、マッコイさん撮らないと分かんないで、俺がやってるって、真似してやってるって。行かれてんのか本当にこれ。わーわーわー、いやだからいかげんしろよお前。めっちゃ綺麗、なんでなんでですか。今まで色ごとじゃないですか。新しいこれ。そんなあなたにハート夢中。はい、なんで叩いたん。いかげんしろ、ケロしたこと言うぞ。また踏まれる。クロどうだった、ちゃんと話した、打ち合わせた。いや全然何もないですよ。ただ YouTube 撮られただけですよ、 YouTube。 いや、ほんまなんか打ち合わせた。こういう現場なんですよ。いやいや、すごい。いやいや、もう部室みたいな感じだったから。いやいや、いや、これ、ね、左にね、映せないけどね、映したらね、面白い人いるんですけどね。こう左振りたいんですけど、スッキリの天の声の人いるんですよ。おはようございます。サービスしてくれるのよ。でも映せないのよ。あ、来た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 。あれ、たけるくんじゃないの。たけるくんだ。お前やめろよ、やめろよ、絶対無理です、無理です、やめろ、絶対無理です。たける選手来たよ。たけるさん、すみません、お久しぶりです。タカチャンネルです。あ、うわ、ケル君、お前謝れよ、お前。その説、その説、試合前にお前蹴って、この野郎。冗談じゃない、すいません、タケルさん。うわ、ちょっと待って。タケルさん、すいません、本当に。試合前にね、本当に。お前、ふざけんなよ、この野郎。タケルさんは、お前、そういうなことちゃんとやってる人なんだから、お前、ふざけたことやってんじゃないよ。すいません。今日ゲストですか。あ、今日ゲスト、はい、出します。なんかあの石橋さんはタケルさんのあの試合見に行ってますよ。ああ、そうそう、はい、すっげえなーって言って。いや、ありがたいです。はい、言ってましたよ。だから多分今日すごいいろいろ聞いてくると思いますよ。あ、試合の裏側とか。いや、嬉しいです、ね、その中でこいつがおそそして、すいません。ちょ、タケルさん嫌いな、嫌いなですよね。顔嫌いですよね、多分。ちょっと肌ですじゃあ、お前顔嫌いなんだよ、お前。これからのなんか格闘人生ちょっと楽しみですだけど。そうですね、まあ、本当なんか K-1 をよりもっとこう大きくするためにじゃないですけど、格闘技界ごと盛り上げるためにちょっと向けて新しい動きをしようかな。なんかちょっと気になりますね、武尊選手が何してくれるか。はい、ちょっと大きい、はい、仕事をやろうかなと思ってます。なんかねえ、はい、またなんか東京ドームであんぐらいの規模見せてほしいですね。そうですね、見たいですね。あの、僕も見に行ったんですけどね、武井さん、あの登場の時にクレーン高すぎませんでしたね。ちょっと心配になりました。俺ちょっと武選手が高所恐怖症だったら、はい、あれでメンタルやられるんじゃないかって心配でしたよ、俺。いや、ちょ、結構あの膝ガクガクしてやっぱり、はい、やっぱりちょっと高すぎますよね、あれ。高い上に安定性が全然なくて、ちょっと体重かけるともう揺れる。ああ、それだ。あ、
あのかっこいい登場にそこまで気やっぱり使ってたんですか。危ねえなこれみたいな。そうです、ちょっと顔決めてましたけど膝プルプルなるほど。いや確かにあれはちょっとね、熱くなかったですか、ボーンボーンって。いや熱さも結構 やばくて火が出るたびにもう目閉じたかったんですけど、カメラ抜かれてるからそうですね、目開けれないぐらい。そうですよね、確かにあれはちょっと来るなと思ってましたもん。でもいや、武田さんね、今日僕らちょっと全く違うロケやってまして、はい、ちょっとさっきからいろんな人使って食べ物盗んでるんですよそういうことですか。そうなんですよ、武田さん僕らの代わりに何か盗んできてもらっていいですか。どんな企画なの全然いきません。いいですか、いいですか、はい、いきます。すいません、何系がいいとかありますか。何系がいいんだよ、お前。お前、たけるさんに弁当がいいとか言ってね。一人一個ずつ。今年一の興行の収入得た人だと多分、本当に。すみません、弁当いいですか。はい、行ってきます。弁当。弁当何でもいいんで、二つ三つお願いします。はい、こっちにこちらの誰もいないですから。やっぱ違うな、やっぱりやっぱ違うぞ、チャンパチャンパ、やっぱどれ持ってきてやるぞ。すげえいっぱい持ってきてるチャンパ。美味しそう。さすがじゃないですか、やっぱ面白い。やってますね、やってますね、泥棒やらせたじゃないですか。やっぱ、これはいいな。チキン南蛮と西京焼き今日食べました、チャンプ。なんか僕食べてないです。今日食べてないですか。はい、でも大丈夫です。ちょっと笑っとけよ。やっぱ違うだろ、はい、やっぱ持ってくる量がやっぱり人と違うのよ。公開です、はい、お前ちょっとお前武田さんに軽くケツ蹴られとけよ、お前。いや、だって大丈夫ですか、蹴らない。いや、ちょっと待ってください。軽くのレベルが多分違うと思う。この前の仕返しをしないといけないですよね。お前ちょっとそれはダメだよ、お前やらないと。うわ、ちょっとマジっすか。ちょっと待ってくださいって。ちょっと待って、静かにしろっつってんだ。静かにしろっつってんだよ、お前。バカ。ちょっと待ってください。静かにしろ。ちょっと待ってくださいよ。いいから、お前。ちょっと待ってください。ちょっとしかも逃げ出す。そうなんですよ。逃げます。そういうさ、ちょっとそれ違うんだって。厳しいっすね。じゃあ、たけるさん。はい。とりあえず今日ありがとうございます。いや、ありがとうございます。タカチャンネル大丈夫ですか、これ。あ、全然大丈夫です。岡本何らかな、こんだけうまい、うまい、うまい、プリン